建築。建築とは、人間が活動するための空間を内部に持った構造物を、計画、設計、思考そして使用するに至るまでの行為の過程全体、あるいは一部のこと。建築の言語である、アーキテクチャーは、個々の建物ではなく、建物を作る、行為、過程、技術を指す。個々の建物、ビルディングを示す場合は、 建築物と呼ぶべきところであるが、実際には混同されて使われることも多い。また、芸術的な作品を建築と呼ぶべきだと考える人もいるが、これも、アーキテクチャー、ビルディングの区別とは関係ない。共和制ローマ時代の建築家、ィトルウィウスが表した、現存する最古の建築理論書、建築書、建築論、建築住所ともによると、要、ユティラタス、今日、 ファーミタス、ビ、ビヌストスを兼ね備えることが求められるものであり、これを実現するために、芸術的かつ科学的見地に立たねばならないとされる。建築の対象を大きく捉えると、地域計画、都市計画、景観デザインなどの総合的な環境デザイン構築、コミュニティ形成までに関わり、外壁や開口部、小さくは、室内の家具、小物といった、室内装飾に至る。 ものづくり全般までに関わる。しかし、通常は一定の敷地を単位にして捉えられる。日本の建築関連の法令の一つである、建築基準法では、同法、第2条13号により、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することを言うと、定義されている。建築は建築学名称の変更にある通り、アーキテクチャーの訳語であるが、 明治初期には、増加、増加という訳語が当てられ、明治時代の英和時点で、建築のすべなりと解説されているのはコンストラクションであり、建設の意味で使用されていたようであるがただし、建築という言葉自体はすでに存在しており、北海道開拓市では、建築を今日のアーキテクチャーの意味で使用していい。作り科学会、現社団法人日本建築学会の機関紙は、建築雑誌、 1887年創刊であった。伊藤忠太は、1894年、明治27年の論文において、工学ではなく、総合芸術としての属性を表すごとして、建築という役語がふさわしいと主張した。伊藤の提案により、作り科学会は、建築学会と、会唱、1897年、東京帝国大学工科大学作り科学科は、 建築学科に解消した1898年。住宅、事務所、店舗、公共施設などの建物の用途や、利用者、立地条件などから求められる機能を満たし、換気や細胞、音響、及び動線や、避難経路などを考慮した上で、法律や条例に則り、建物のレイアウトや間取りを決定していく。建築計画にて設定されたアウトラインに従い、 建築物の形状、材質を決定していく。衣装、構造、設備、積算が専門文化している。建築における衣装設計とは、建築物の形状、材質を主として芸術的観点から決定していく分野であり、構造、設備などにおいて求められる機能を考慮した上で、全体の構成、形状の方針決定を主導し、建築物が 社会や世主から求められた美観と機能を兼ね備えるべく、設計を行い、設計図書、建築図面を作成する。近年では、建築衣装を完成後に建築写真という形で保存する傾向もある。建築構造設計とは、基礎不せず、構造計算書その他の建築物の構造に関する、設計図書で国土交通省令で定めるものの設計を言う。 建築物が自情、積載過重、地震、風、積雪、その他の外力によって倒壊することのないよう、設計を行う分野、衣装担当者と共同の上で、設計物件が構造上必要な体力を備える、要構造計画を立てたり、実際に構造計算を行い検証する立場であるが、超高層ビルや体育館など大規模な空間を要する建築物や、 複雑な形状の建築物においては、全体の設計に支配的となることもある。設備設計とは、建築設備の各開平面図、及び構造つまびらか詳細その他の設計図書で、設計を行うことを言う。建築法規と建築環境工学、空気調和工学等に基づき電気、空調、換気、衛星、通信、排煙設備などの配置。 バリアフリーを考慮した、昇降設備の使用など、建築設備に関する事項の計画と設計を実施し、決定する。建築物の利用者の安全を確保するための、防災計画、避難計画を行う分野、特に建築基準法上の避難規定や消防法、等との関係が大きい。設計業務段階で、工事予算金額を把握するため、 過去のデータをもとにまずは概算金額を出すが、概算金額をもとに設計条件の設定や収益計算などを行う。実施設計が完了するまではその建物についての精度の高い工事金額がつかめない等のために概算で算出する場合が多い。精度の高い工事予算書を作成するためには実施設計が完了した時点で積算を行う。 このために工事を発注する場合は、この作業にかかる時間を考慮して、工事の入札、発注日を決めておく必要がある。概算予算の出し方は、同種、同様の過去の実績データと、実生単価の変動を考慮して、建物の坪単価を利用して計算することが多い。ただし、特殊な機器、設備、家具等は、専門業者に見積もりを依頼すると、より正確になる。 これに対して実施設計をもとに厳密に所要数量を拾い現場経費まで計算した工事予算を積算設計試算することを生産ともいい入札や見積もり提出時の基準となるこの時拾い出した数量は実行予算の作成や下請け業者との契約の資料にもなるまた同様の工事の過去のデータ標準的工法、地価の有無 実質条件等をもとに工期を決定するが、設計段階や積算段階では、全体の調整が行いやすく短時間で、作成可能な防線工程表を用いる場合が差は。建設業者に見積もりを依頼し、接種と業者の双方で内容を確認した上で、受け置き契約を交わし、その後、施行にかかることが一般的である。設計図書をもとに、 複数の建設業者に見積もり、見積もりを依頼して、業者選定を行うことが一般的であるが、信頼できる建設業者一社に直接依頼することも行われる。施主になり代わり、施工が設計図書通りに行われているかどうかを工事現場で監督する業務を管理、工事管理といい、通常は設計者、建築士が担当する。設計図通りの施工が進んでいるか、 チェック、図面だけでは伝わらない内容の伝達、建築主の代理となって、工事現場との打ち合わせや指示、建築主への報告など、建築手法第2条、建築基準法第5条の4第2項参照。建設現場の施行計画を立て、適正な施行をチェックする、現場管理。施行会社の現場代理人、現場監督のことを指す。通常は建築士、 建築志向管理技師の役割である。工程や思考順序の検討、大工などの職人の手配、材料管理、原価管理、作業員と周辺住民等の安全管理など。従来行われてきた一括受け負い契約と異なり、建築構造、躯体と建築設備、電気、空調、衛生設備などを区分ごとに分割して複数の業者に発注することを、 分離発注と呼ぶ。一括発注に比べ建設費の低減や質の向上といった利点が謳われ、観光庁の発注する建築物や比較的大規模な建物では一般的になっている。しかし中小規模の建物では、これまでの日本の建設現場の監修と相入れない部分もあり、うまく活用しなければ必ずしも利点ばかりではないため、試行業者の選定時に試行業者、 設計者と相談好きである。一般住宅では、施主は、施工業者に材料を支給する、施主支給システムも徐々に浸透してきている。1および2がイニシャル、ライフサイクルコスト、環境負荷を考えた際、最大のものは、期間の長い、3の運用管理、維持保全である。省エネ機器導入は、運用費用が安くなるため、3の数値向上はアピールしやすい。 しかし、4は、施主にとって、費用負担のメリットが薄く、適正廃棄のインセンティブに欠ける。建築に関する賞には、建てられた建築物に対して贈られる賞と建築物を創作した建築家、団体に贈られる賞がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。